平方公園駅は大阪府平方市加賀東町にある京阪電気鉄道京阪本線の駅。駅番号は KH20。平方塾の大阪側にあり、1910年の開業当初は平方駅と称した。1917年が日午後3時5分ごろ、停車中の普通電車に急行電車が追突する事故が発生。 普通電車は200メートル押し出され、急行電車は脱線した。死者は出なかったが、46名が重軽傷を負った。事故原因は、急行電車の運転士がゴトスを飲んで運転したことによる前方不注意だった。その年は1月17日に、深草車庫火災、10月に対象大水害が発生し、災害が続く年となった。隣の平方東口駅付近が、 平方の中心となったことから、1949年に平方東口駅が平方市駅に改称するのに合わせ、平方公園駅に改称した。改称した当時、現在の平方パークの敷地は、平方市が都市計画法に基づく市立公園として土地を整備していた。その後、税制改正のため公園で開催する。 菊人形の入場税が市税から不税に変更となったことで首都警犯の関係が悪化。その解決策として1952年に公園敷地は警犯の所有に変更され、遊園地となった経緯がある。1957年10月31日、日本初の試みとしてバラ園付き鉄筋住宅が分譲された。これは当時東洋一のバラ園を持つ、 平方パークの側での住宅建設を示す付加価値をつけて住宅を分譲して住民増加による軽犯利用者の増加を狙った不動産開発だった西口ホーム相対式2面2線の構造を持つ地平駅改札口は両側のホームの淀屋橋よりにあり互いのホームは地下道で結ばれているバリアフリー対策として早くからスロープが設置されている 現在は、詳細型児童放送が導入されているが、1990年代頃までは、ローカル駅同様の簡易型児童放送が用いられていた。両、ホームとも有効長は8両。2019年度のある特定日における1日の、乗降人員は2741人である。大阪府下の急行停車駅の中では最も、利用客が少なく、急行通過駅である。 牧野駅、高前寺駅、茅島駅、さらに準急通過駅である、大和田駅、古川橋駅、門橋駅、西山総駅よりも利用客が少ない。休行停車駅であるが、平日の利用客は少なめである。休日の平方、パーク開園時間は、降落客の下車が多い。近接する他の休校停車駅と比べて、利用客が少ないため2008年10月の、 ダイヤ改正で新設された快速急行は当駅を終日通過することとなり、また急行が早朝、深夜にしか運転されなくなったことから、実質的に隣接する高前寺駅とほぼ同等の、準急停車駅相当に格下げされることとなった。ただし、2009年9月のダイヤ変更で、平日夕方に、淀屋橋発クズの廃棄の急行が設定され、 当該時間帯の利便性向上が図られた。さらに、2011年5月のダイヤ改正で、再び日中時間帯にも急行が運転されるようになったが、2013年3月16日のダイヤ改正では、上下線とも、日中基準で急行、準急、普通それぞれ、毎時3本ずつの停車に揃えられるようになった。近年の特定日における日乗,乗車人員は、 下評の通りである。平方市立平方か区宿鍵屋資料館道電鉄が運営する遊園地平方パークの最寄り駅である。そのため他の同規模の駅よりコンビニが比較的多い。コンビニ駅の西口、東口を合わせて1分圏内にコンビニが3つあるスーパーマーケット。ありがとうございます。